はいおはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。えー、12月19日土曜日の、えー、今日はですね補正章の14章補正章が今日で終わります。えー、一節からじゃちょっと読みますとイスラエルよあなたの神主に立ち返れあなたの不義がつまずきのもとであったからだ、えー、あなたの言葉はあなた方は言葉を用意して主に立ち返りそして言え 全ての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず。自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。とえー、最後のところですけども14章はですね、こう、ーブが4回出てきます。で、一節、イスラエルはあなたの神、主に立ち返れ」。 2節「死に立ち返りそして家」と。で他にねその後にも出てくるんですけども4節でも出てくるね4節では「私は彼らの配信を癒し喜んでこれを愛する私の怒りは彼らを離れ去ったから」これ離れ去ったがこれも終部だねこう離れ去るって帰っていったえ怒りが帰っていったねで5節はなくて6節。 7節,節は「彼らは帰ってきてその陰に過ぎ住み穀物のように生き返りブドウの木のように目を吹きその名声はレバノンのブドウ種のようになる」ということで、えー、この4回「終部が出てきますねホセア書」のテーマというのがね、えー、いくつかヘブル語で言うとまずはそのアハブアハブの愛と、えー、惚れた弱みの愛ですね選びの愛。 無条件の愛アーブでもう一つは「修部」「立ち返る」「帰る」ってことでこうシュ部っていうのはあれでしょう「食い改め」「悔い改め」の新約で言うと「メタノイア」こう「悔い改める」のヘブル語バージョンというかもともとはあの「主に立ち返る」「帰ると。メッセージでも言いましたけども悔い改めっていうのは反省じゃありません。いうのは そそもそもは神様に立ち返ることを悔い改め、ね、的外れの罪的外れっていうのは神様から目が外れ離れてるのでそれを神様に向き直す、えー、でもそれをねちょっとクリスチャンはこう勘違いというかそれも絶対「悔い改め」いて形が、ね、あの言葉がだから俺あんま好きじゃないんだけどもなんか反省とかね、えー、なんか罪の悔い改めみたいなことばっかり言ってるんだけどももともとの本当の意味は「 神様に向き直すすことですねあなたの罪をこう食い改めてこう反省してもう二度とそれをしないようにとかってあと砕かれるとかってそ,うそれはまた別の話でそもそも食い改めっていうのはよそ向いてる罪神様以外向いてる罪を神様に向き直す神様のところへ帰るっていうのが一番大事なところです。えー、詳しくは、ね、メッセージ 聞いてそれかこれねこのシリーズ、ね、来年からちょっとやろうと思いますそのいかにおかしな解釈っていうかおかしなふうにちょ,ちょっとなんかあのクリスチャンちょっとそれおかしいんじゃねえのっていうところを、えー、来年やろうと思いますけどもちょっと続きも読みますとこうねえー、こ,うはここいいんですよ14章ね後半もいいんですよ。8節「エフライムもよもう私は偶像と何の関わりもない」。 私がが答え私私世話をする私は緑のもみの木のようだあなたは私から身を得るのだって神様がイスラエルに言ってるんですけどもこれね本当になんかこうもうやっぱこれなんですね俺でしょうってやっぱりいや俺がやるからと私が答え私が世話をするんだよと、ね、もうこれからはもう偶像とお前たち偶像とは関係ないと、ねえー、前の方にもあったよね「私は彼らの配信を喜んでこれを愛する」って。 旧説「知恵ある者は誰か」その人はこれらのことを悟るがよい悟れある者は誰かその人はこれらのことを知るがよい「主の道は平らだ」「正しい者はこれを歩み」「背く者はこれにつまづく」「主の道は平ら」これ「ヤーシャル」って言葉なんですけども平らのほかに「まっすぐ」って意味があります「まっすぐ」でこれはこの「ヤーシャル」っていうのはあの冷蔵庫に出てきた王様の良い王様の基準ですね。 主「主の目にかなう」SMK ですよ主の「目にかなう」のかなっていうところはヤーシャルなんでだから主の目にまっすぐ主の目に平ら、えー、それが神様の喜ぶ道であって正しいものはそれを歩みますとでそむくものはそれにつまずきますだからあなた方もこのまっすぐな道を神様の道を平らな道を 主の目にかなう SMK の道を歩みなさいというそういう最後ねえことが書いてあります。はいということで「補正書の14章「補正書が終わります。で一応バイブルトークはね毎日続くんですけどもこう来年のこう通読表え来年はですね「民数記」が始まります。民数記 ね、荒野塾ですよ。ミドバール、えー。またね、楽しみにしていただきたいと思います。また、あのーえー。来週、来週じゃない、来年は、えー。またね、水曜バイスター。これ、あの、ありませんけども、来。年の水曜バイスターは。この民数期から始まります。えー、結構楽しいと思います。えー、毎週水曜日フェイスブックと。 まあ、教会員は Zoom 参加もありますけどもそれ以外の人は Facebook の方で私のところでやってますあとですね春からってなりますけども JTJ J の方の進学校でも、えーまあ、講義というかねやることになっ来年はあれじゃん呼ぶ気もあるじゃんローマ書もあるすごい楽しみだねええー、民数記えー、で歴代史か第一代に歴代史もあるね はいということで「使徒の働き」もあるじゃんなんか楽しい来年がね結構いい私好きなのが使徒の働きなんかもういいっすよ死との働きはもうね、えー、まあいいやさあまた毎日ねこれで続けてられるかどうかあれですけども、えー、続けていきたいと思いますので何話したことしたっけそう来年もっとねいろんなその聖書の学びのシリーズなんかもどんどんあのいろんなところで。 えやっていきたいと考えていますということで、えー、今日はここまででしたそれではまたごきげんよう